本日はですね、ハレルヤクローズご機嫌イクサルの総国プレビュー放送公開収録トークショーお越しいただきありがとうございます。本日司会務めさせていただき MC 務めさせていただきます、2試合認定レベル2ジャッジの田村です。よろしくお願いいたします。で、本日プレビュー放送をしますのが、ハレルヤクローズの自己紹介じゃあお願いします。じゃあ、はい、地声です。忘れてた。はい、ハレルヤクローズの原根健太です。今日順調よろしくお願いします。はい、同じくハレルヤクローズの井川佳彦です。今日は一日よろしくお願いします。はい、ハレルヤクローズの津村です。よろしくお願いします。まず、最初が誰の最初、名前がない人。名前がない、あれです。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。お、井川さん。はい。井川さんの、はい、じゃあ、注目カードは何ですか？はい、1枚目。はい、じゃあ早速いきましょうか。まずじゃあ僕が選ぶ最初の1枚目はこれ、ババン。はい、再現するフェニックス。はい、ちなみにこれの能力知ってる人、3名、5。という形でですね、まあ、こちら簡単に説明しますと、まあ、4マナ4、3飛行。で、レマ。最低限のスペック、まあ、最低限以上ですね、のスペックを保しつつ、こいつがですね、死亡したときにトークンを1体出すんですね。で、次のアップキープ、自分のターンのアップキープに、その出たトークンを生贄に捧げて、なんとこいつが墓地から帰ってくると。っていう形の能力になってます。なので、はい、次を押すとどうなる？はい、っていう形ですね。はい。こちらですね、タルキール・ハオータンで、ハイグモノ・フェニックスっていう、まあ、なかなか、対処のしづらいフェニックスがいたんですけれども、これよりもさらに、強くなって帰ってきた、機体の新ワレアの1枚です。このハイグモノフェニックスというのが、タリキールハオタの当時に存在してまして、こちらも4マヌ41飛行で、墓地に行くと、変異22で帰ってくる。でさらにマナを払うと表41になって復活するという形で、かなり優秀なクリーチャーだったんですけれども、まあ、残念ながら当時の環境ですね、まあ、ニック機、悪名高き、もう本当にアブザンアグロっていう、まあ、デッキが基本的にかなり、流星トップメタにありまして、そのデッキが4枚使用していたのがこのアブザンの魔除けなんですね。でこちらのアブザンの魔除けで、まあ、メインから簡単に対処されてしまうというので、ちょっと当時の、ハイグモフェニックスは、まあ、残念ながら活躍できなかったんですね。そして、まあ、これに載ってないんですけれども、その後にはライハの失政という、まあ、同じような4マナ44飛行が出てきてしまったことにより、まあ、このハイジモのフェニックスはちょっとあまり、当時は活躍することができませんでした。ちなみに僕はこれ、20倍ぐらいリアルで買って、まあ、大損害を、はい、本当に大損害を出しました。本当に注目してたんですね。じゃあ、ちなみにハイジモのフェニックス、本当にフェニックスで500円ぐらいで20枚ぐらい買って、まあ確か50円ぐらいで全部買いました。新ワレアですもんね、これ。はい、新ワレアでね。は結構しそう、まあ、500円で、まあ、なんならまあ2000円ぐらいいくやろうって思って、はい、買いましたね、当時は。まあ確かに1800円ぐらいの貫禄はある。貫禄はね、やっぱ、うん。ただ同じセットに包囲祭とかいたんですかね。そうなんですね。まあ、特にこのアブザンの魔除けも同じセットでアンコモンであったっていうね、ちょっと。うん、だったんですが、と。はい。でですね、はい。今の環境は、追放する除去というのが、まあ、ちょっと左切れちゃってるんですけど、白いデッキに、まあ、大体採用されている排斥と残骸の漂着、あとは黒いデッキの、ブラスカの侮辱、まあ、ここら辺が、追放される除去として、まあ、使用はされていますが、ババン、まあ、環境ですね、まあ、今スタンダードといえば、まあ、なんといっても、ティムールエネルギーとラムナプレッドの2強です。でこの2つはどちらも追放除去がないため、本当に、1ターンに2回除去を打たない限り対処が難しい、もうかなり、クロックとして、期待ができる、計算ができる、優秀なフライングクリーチャーとして活躍は期待できますという形になります。はい。でこのフェニックスなんですけれども、まあ、今はですね、4マナ駅といえばハゾレト、
熱烈の神ハズレトかな、熱烈の神ハズレト と、反逆の先導者チャンドラという二強がいますが、まあ、ここに上で割って入る可能性があるんじゃないかなというふうに個人的に考えています。で例えばですけど、ハズレト、この中でじゃあ、赤タン回したことがある人、はい、ありがとうございます。結構いる、はい、例えばですね、赤タンのミラーマッチをちょっと考えていただきたいんですけれども、例えば先手4ターン目にハズレトを出す、で殴るとなると後手のプレイヤーはハズレトだとなかなか返しづらいんですね。なぜかというと後手だと、手札が1枚分ドローが多いため、まず後手の4ターン目のハズレトってなかなか動いてないんですよ。まずなので1回、どうしても先行のハズレトに1回もしくは2回ダメージを食らうことになってしまいます。ただし、ここのサネースルフェニックスですと、例えば後手でも1回ハズレトをブロックして次のターン帰ってきて、かつこれ、さっきちょっと説明しなかったんですけど、こいつ、1回墓地から死んで帰ってくるときってなんと速攻を持って帰ってくるんですよ。なので帰ってきたターンにすぐ殴れるという形で、赤タンのミラーマッチでもハズレトをブロックして死んで次のターンに帰ってきたアタックみたいな形で、ダメージレースを逆転する可能性があります。なんでこいつ伝説じゃないんで、はい、何みたいなのして一気に逆転みたいなこともありそうですね。そうですね、そのハズレトだとどうしても、まあ、その伝説なので1体しか出せないけれども、まあ、フェニックスって連打することによって、もしかしたらハズレトゲーを逆転する可能性があるんじゃないかなと思ってます。最近ハズレトがね、それこそ1枚しか入ってないデザートレッドとか全然出てきてます。そういうデッキだと普通に使いやすそうですね。あっちの構築だったらこっちの方が良さそうな可能性あります、ね。うん、あれ結構重いから手札いっぱい持ってるし、そうフェニックスとその、あれですね、グローリーブリンガー栄光をもたらすものと一緒に、まあ、飛行軍団で殴りかかるみたいな新しい形の赤タン、もしくはもうティムールとかで使う可能性も、まあ、ワンチャンあるかなとは思ってます。そのこの今出てるハズレトとチャンドラ両方に対して結構強いので能力が、いや特にティムールってやっぱりどっかに色を寄せないとマナが厳しいんですよ。だからチャンドラは絶対入る都合上、赤赤にマナを寄せるとすごくデッキ全体として綺麗になる可能性は高いかなと思います。ハイドラが赤赤になるとだいぶ楽、マナ的には。ハイドラを押しのけて、まあ、もしかしたら4マナ一強フェニックスとハイドラみたいな形もあり得るかもしれない、かもしれない、という形で、今大注目している1枚です。ちなみに神話レアはまあ安いと思ったら買うっていうのが僕の心情です。安いと思ったらすぐ買う。いきなり上がりますもんね。そう、もう使われ始めたらやっぱスカラベの神みたいな、あとチャンドラもそうだし、うん、なのでもう買いたいと思ったらもう4枚パッて買っちゃった方がいいかなと。まあ、特にさっきなんかルールの出場とかもなんか連動して強いクリーチャーな気もしますね、うん、なんか、うん、なので、はい、こちらですね、まあ、今回のセット、まあ、結構神話レア、まあ、もちろん何枚かな15、6枚ぐらい再録されているんですけど、その中でも特に、構築環境に特化した1枚だと思いますので、まあ買えという形ですね。簡単に言うと買えそうっていう形で、まあこれね、今見てこれもうこの並びで分かる通り、赤の4マナの神話では強い、もう外れなしと、外れなしという形なので、ぜひこちら、みんなでもう初っ端からね活躍していきたいなと思います。うん、じゃあ次いきますか。はい、では1枚目はこんな感じでいいですかね。はい、では2枚目ラバン。え、あれ、え、何、まあ、いっか、サイドが、いや実はね、ちょっとこっちは3番目の予定だったんですけど。あ、そうなんですか、ずれてるかな。はい、いよいよ、大丈夫大丈夫。はい、という形でじゃあ2枚目こちら、はい、いきなりマニアックなカードが来ました。三力の道、これ田村さんまず能力分かります？三力の道が読んでそういう意味じゃなくてですか、うん、まずこれパッとカードの画像を見ただけで能力分かる方って多分あんまりいないんじゃないですかね。分かる人いない、いないっていう形でですね、今回のカードリストの中で、まあ、ちょっと埋もれがちだったマイナーなカード一品、取り上げました。三力の道、名前はちょっとダサいね。まあ裏はかっこいい、制覇の塔めっちゃあるっていう形でですね、はいはい、能力の方が、まあ、場に出た時に、先制攻撃も二段攻撃も警戒も速攻も持たない各クリーチャーに1点与えます。うん、これは2つ目と関係してるんですよね。そうですね、で自分があなたがですね、逆、
先制攻撃や二段攻撃や警戒や速攻を持つクリーチャー2体で殴れば変身っていう形で、なんていうんだっけ、1マナ の、 あのトークン出すエンチャントなんだっけ、吸血鬼の軍団の上陸、 ありがとうございます。軍団の上陸みたいな感じの、変身の、誘発能力なんですね。ただ、まあ軍団の上陸って、白の両面のやつなんですけど、あれって3体なんですよ。まあ、3体って結構厳しいんですね。ただしこっちはたったの2体でいいというのがまず大きな1点、かつ、まあ、表のオール1点が例えば赤タンのように、まあ、赤タンは実はまあ結構これ相手も速攻とか持ってるんで全然食らないんですけど、あのつむじ数の巨匠のトークンですね、一番大きいのが、それをまあ一掃することができるという能力になってます。で、何がすごいというと、この裏面の能力が、まあ、めちゃんこすごくて、何するんですか、上から好きな色物は1点、まあ普通ですねこのシリーズはね、うん、で、2番目が、2マナとタップ、合計で要するにこれ合わせて3マナですね、3マナでプレイヤーに2点、かつ、もう1個の能力も結構地味に強くて、3マナとタップ、こっちは白の方ですね、白と2マナとタップで、このターンに攻撃したクリーチャー1体を無作為に選ぶ、そのクリーチャーを破壊するという、除去能力を両方を兼ね備えた能力になってます。で、まあどんぐらいね、これがすごいのか、なんか裏面がすごい盛りだくさんですね、これ。そうなんですよね、これまで、変身能力って大体変身した後マナと能力1個しかなかったんですけど、今回のはしかもプレイヤーにダメージ与えたりでクリーチャー破壊するんで、そのゲーム決めることもできるし盤面に触ることができる、そう、守りにも攻めにも両方を攻防一体みたいな感じでできるカードなんですよね、これ。裏面すごい強そうですね、まあ、だから変身の難しさというか、まあ、あの3体ではないっていうのは分かるんですけど、条件は厳しそうに見えますけどね。はい、と見えるんですが、この先制攻撃や二段攻撃や警戒や速攻って書いてあるのが、うん、まあ、どんぐらい厳しいかっていうのを見てみましょう。そんないっぱいないでしょうと思いましたが、はい、実はですね、ありがとうございます、まあ、この環境ね、まあ、今のラムナプレッド赤タンを考えていただいても、例えばボーマットの急死ですとか、ジウスリの剣羅、あとはカーリゼルといったもう一般的に、採用されているクリーチャーに、速攻や、先制攻撃ついてますし、あとアンイチモンなんかも一番、合いますね。あとはここにはちょっと載ってないんですけれども、今回新しく、セットに収録されたなんかなんだっけ、レイジングゴブリン1711ヘイストで、うん、名前が強心的先導者、うん、はい、強心的先導者1711速攻のゴブリン海賊で、まあ、タップして1年下げると1点っていう、あ、かなりラガバン感ある、ハラデ君優秀、こいつか、そう、すぐハレルヤのページ開くからな、うん、はい、こいついいこと、まあ、これ販売価格30円、10円じゃないってだけでね、もう期待の表れ、あ、コモンこいつモグファルのくせにゴブリンというよりはサルみたいなね、そう、ラガバンあ、確かに、まあ、こういった、まあ、使用に耐えうる速攻クリーチャーがまずかなりの数いる、でかつもちろんこれらの速攻クリーチャーですとか先制攻撃のクリーチャーって、まあ、1,2 マナ域にかなり固まっているので、まあ、1ターン目クリーチャー、2ターン目、クリーチャー、3ターン目このエンチャント出して変身ですとか、うん、もしくは1ターン目クリーチャー、2ターン目エンチャント、3ターン目アンイチモンアタック変身みたいな感じで、もう3ターン目にもうほぼ確実に変身ができるという、もうしかもマナが伸びるっていう形で、この赤白のシンボルさえクリアすればもうかなりの、活躍が認めるカードだと思っています。井川さんに言われて気づいたんですけど、やっぱ、うん、そのターンにすぐマナになるっていうのは相当強そうですよね。3ターン目にこれを置いて、うん、2マナのクリーチャーが並走だった場合は、1マナとこの土地合わせてすでに2マナが確保できてもう1アクションできるでしょうし、そう考えるとかなりやりおりそうな、かつあれですね、その攻撃したタイミングに変身するので、まあ、ひっくり返ってこのカードで、まあ、ショックって相手のクリーチャーを除去して攻撃を通したりとか、うん、そういうことも可能か。そうですね、もうかなりそのテンポよく動けるので、まあまあ、その1ターン目クリーチャー、2ターン目クリーチャー、3ターン目これ出してアタック、変身、ライトニングストライク、まあ、あとバリ出した時に1点入ってるので、うん、まあ、例えばそのつむじ数の巨匠
に、うん、まあ、1点入ってる状態でショックで除去できたりとか、まあ、そういうパターンもあるから。あ、そうです、ね、今気づく、今気づいた、カムインにスタックでつむじ風でショック打つとおしゃれ。おしゃれおしゃれ。あの電力レインスタックでつむじ風に打つとトークン出してます。そう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 、全部死ぬから出せない。ざっと。まあ、エンド前に、要の稲妻の一撃とかでもいいですし、このアクション数が1ターンに対して増えるのと、なんダメージが入るという形。あとこれ、嬉しいのが、裏面が、アズカントだったら例えば青だけとか、さっきの軍団の上陸だったら、白だけとかなんですけど、これは両馬の、全ての、好きな色物が出るので、そういった点もちょっと嬉しいですね、うん、なので、まあ、丸竜機体みたいなデッキとか、うん、まあ、ラムナプレッドタッチしろみたいなデッキでの活躍がかなり期待されるんじゃないかなというふうに考えてます。まあ、まあ、何関してもそれこそ、うん、丸竜機体みたいなデッキがバンバン活躍してたぐらいなんで、まあ、白赤二色だったら全然問題なさそうですね、うん、確かに丸竜機体はあれですね、経験豊富な操縦士、はい、あの赤白の2マナのやつとかを使う関係で赤白ベースで構築するにもかかわらず黒マナを要求したりするので、うん、まあ、これちょうどいいかもしれない。そうですね、そう、さっきの、あ、でも、あれなんですよね、あ、でも、まあ、そいつはね経験豊富なやつに行ってしまうって、ね、経験豊富なやつはね、ちょっとこのエンチャントで死んじゃうんで、ちょっとあれなんですけど経験豊富なくせに、そう、あのプラス1何も持ってプラニプラ1ファーストを得る前にまずこのエンチャントで死ぬっていうので、まあ、出した後に展開すればギリギリですけど、まあ、あの1結構赤タイムが厳しかったですね。まあ、だからその赤タイムに対するヘイトカードとしてサイドボードから採用したりとかありえるのかなっていう。そうですね、はい、で、この、多分これとこのね、カードの、スライドがここまでだったっけだったんで、じゃあここで解説すると、この能力もう一回、まあ、マナが出るのと、2点ダメージ当たるのと破壊するなんですけど、まずこのターンに攻撃したクリーチャー1体を無作為に選ぶ、そのクリーチャーを破壊するという能力が、こちらまずターゲットを取ってません。なので、例えば、ハイドラ、そう、ハイドラが殴ってきてもこの能力起動できますし、そので、選ばれるかも分かんないし、だからそのまずターゲット取らないからその何でも殺せる、うん、そして殴らなかったら2点ダメージとか、そう、はいはい、どっちでもいける。そうなんですね。なので守りつつ、これが1回変身すると相手は、殴りづらい、なのに殴らなかったらエンドに2点飛んでくるという形で、もう相手からしたらもうニッチもサッチもいかない状態になるという、もうこれを序盤から変身できるという、うん、なんか説明聞いてたらすごい強いカードに燃えてきた。ちょっと僕若干焦ってるんですけど、井川さん今回真面目にやってるいやー今回ね、そうか、ね、こうやってね皆様の前でねお伝えする以上は思って、ね、いつも井川さんと僕はへんてこな野郎みたいな感じなんですけど、前回深海戦隊の先導者、深海戦隊、2マナ22か、2マナ22、あれはだってね、もう2マナ22に小物なのにメリットがついたっていうね、最上級の。それに比べたら今日すごい真面目になんかそういうオーラを感じないですよね。ケンジはね、前回ね3マナ4ゲーム1ドローの小物をね、あれめっちゃいじられるからな。そう、今回僕もまあまあ真面目なんで期待してるから、今回ね結構時間使って、いつも時間使ってるんですけど、いつも人みたいな言い方やめてもらおうか。今回外行き、外行きの、よそ行きの井川で、はい、お届けしておりますという形でですね、まあ、このメッツァーリとラムナップの遺跡、まあ、多分同じデッキに入るんですけど、まあ、あの本体火力、その盤面を押しつつ、まあ、プレイヤーにどんどんライフ詰めていくという形で、まあ、まあ、ベースは赤単になるかなとは思うんですけど、赤単の新しいバリエーションの一つとして使える、おすすめのカードです。はい、じゃあ最後の1枚、はい、じゃじゃん、協調艦隊の毒殺者、はい、これの能力パッと見て分かる人、あ、さすが何名かいらっしゃいますね。これね、多分ね、もうね注目されてるカードではある。これ結構ただ強ですよね、うん、そうそう、ね、2マナ22のくせにね能力多いんですよ、3つ持ってますよね、うん、しかもね、その能力がね、どれも結構ね、上等、なんかおまけみたいな、なんかトランプルみたいなおまけみたいな能力がないから、トランプルにして、こいつにトランプルがあってもなと思っちゃう。こいつにトランプルあったら強いですよ、1点は絶対。そうです、接種で、まあ、まあ、接種で、まあ、3つ持ってるのね、なんだっけ、残忍な剥ぎ取りとかも、はいはいはい、2マナで3つ持ってて、ね、最初注目されてなかったのに、後からとか、うん、これも3つ持ってますからね。どんな能力なんですか。
はい、2マナ22人間海賊、まあ、ここまでは普通ですね。で、あと一つ大事なところ、ノーマルレア安いいやこれ大事だから手に入りやすい、手に入りやすい、はい、という形でですね、能力は瞬速接しと、まあ、これだけでもう2マナ22瞬速接しだけでもうかなりもうレア感があるんですが、もう一個誘発型能力、戦場に出た時の誘発型能力がありまして、こいつが場に出た時ですね、あなたがコントロールしていて攻撃している海賊一体を対象とする、でターン終了時までそれはプラス1プラス1の修正を受けるとともに接しも得ますという形で、まあ、超最強のコンバットトリックとして、使用することができます。次の、スライドだと、はい、はい、まあ、どういう風に使うかですね、じゃあティムールを使っていた原田さん、はい、どうですかこれ、どうですかってめちゃくちゃやった、まあ、他にどういう状況ができてるかによるんですけど、うんうん、まあ、それこ そ, そ, の、まあ、なんかその前に出てるようなその牙流しの子とか逆毛ハイドラでブロックして美味しい状況ができてるかどうかみたいな、結構重要かなと思います。確かにブロックしてくれないとか、まあ、逆に こっちから聞きたい、ね、確かにちょっとおかしいな、はい、まあ、だけどこれ想像してほしいんですけど、うん、仮にこいつをちらつかせて殴ってきた場合テイクするじゃないですか、うん、返しでじゃあ殴らないのかっていうのまで考えると、はい、でこいつに突っ込むわけにはいかないじゃないですか。気づきましたか。そう、ただ、だからその受けるんだったら返しで殴れるのかっていうところまで考えると結構いやらしいかなと思うんですよ、ティムール側の視点で言えば。そうですね、こいつ自身がそう瞬速接種なので、まずアタッククリーチャー、まあ、海賊クリーチャー、多分これ使うんだったら赤黒か青黒なんですけど、まあ、てかまあブリクスからですかね、それしかない確かに、はい、っていう形ですね。まずクリーチャーが、まあ、チャンプ気味でもいいから殴る、まあ、そうなると、まあ、ブロックすると、まあ、多分基本的にブロッカー、例えばこういったね、キバナガ銃の子とかサカゲハイドラみたいに、まあ、結構価値が高いクリーチャーの方が多いんですね。まあ、逆に自分の海賊クリーチャーって、まあ、所詮1マナ1とか2マナ1なんで価値が低いじゃないですか。それと自分の、強いクリーチャーをトレードしたくないので、結構、まず攻める側、海賊が攻める側になった時にかなり、フルパンしやすくい、しかも海賊は結構、先制攻撃を持ってるクリーチャーとかも多いので、まあ、なんなら一方的になるんですよね。お、え、やるよ。はい、ありましたありましたはい、という形でですね、まあ、こいつらが殴ると接したすデスタッチ、接したすデスタッチは一緒やな、先制攻撃とす接しは相性がいいんでという形で、もう非常に、優秀なコンバットトリックとして機能をまずしてくれます。しかもこれカービー全部と合わさるとすごいですね。そのえ、カービー全部200なので、まあ、2体以上でブロックしてくれるんですけど、その場合相手がダブルブロックしてきたらプライチで接種を与えるとともにプラス1プラス1の修正を与えるので、先制攻撃で2体一気に打ち取ってカービー全部生き残るって。でも絶対カービー全部だけはブロックしたくない、まあ、1点は食らっとけというそうという形でですね、そのコンバットをもう支配するクリーチャーですね。しかも、まあ、あとはね、ちょっとこれはあんまり言い方が良くないんですけど、まあ、僕の某友人はこれを見てデュームブレードやって言ってましたね。もう破滅の刃だそう、破滅の刃だと、相手のクリーチャーを、まあ、庭で出してブロックして殺すこともできるし、自分が殴る時も出して撃てるから、まあ、破滅の刃、これが新しい破滅の刃だって興奮して言っていました。はい、まあそれはちょっと言い過ぎなんですが、といった形で、海賊、これからですね、まあ、今スタンダードを牛耳っているのが、ティミルエネルギーと赤タン、この2つに勝つのは、まあ、間違いなく容易ではありません。ただ、今回のセットでかなりカード、いろんな部族ですね、まあ、個人的に今回のカードリストを見た感想がローウィンやんっていう形だったんですね。ローウィンっていうのは、2007年ぐらいに発売の結構部族によったセットなんですけど、といった形で今回のおかげで、さっき、原根君も話してくれた通り、イクサランだけでは足りなかった部分をイクサランの総国で埋めて部族デッキ本気出してきたなといった形で、それが、このカードにもすごい現れているなと、海賊デッキを、象徴する代表する1枚になるんじゃないかなと思います。で、言いそびれたんですけど、1マナ1ですね、まあ、僕はこのカードを使うなら赤黒かなと思ってるんですけど、今回、これまでね、まあ、正直、イクサラン、10月に発売した、9月かな、発売した時にイクサランのカードリスト見て思ったのは、
海賊デッキ組もうにもの1マナクリーチャー足りなくてビートダウン組めないなだったんですね。なんか強襲とかいろいろあるのに、まあ、カードが足んなくてもったいないなと思ったんですよ。ですが今回はババン1マナ11速攻、1マナアタックしているとプラ1プラ0で、まあ、1マナ21で一番右は、1マナ22、まあ、ゴールドメイドの11みたいな感じでねという形で本当に、構築レベルの1マナクリーチャーがかなり3種類も一気に増えました。なので、ラムナプレッドのような、前のめりな、新しいビートダウンとして、こちらも、赤黒海賊今後、ちょっと注目してみるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、以上宣伝の貴公子自分で言うが改め、はい、プレゼンの井川がお送りしたのが3戦ね、はい、1、2、3ね、はい、4枚のような3枚ワイプを今回お届けしました。はい、以上です。拍手ありがとうございます。すごい、今回井川さん3つとも欲しくなった聞いててでしょ、うん、という形で皆さんも、もう 今ね、携帯持ちの方いたら、まあ今買ってもいいんでね、もうなんなら。つむらさん、僕のこと見てるはい。つむらさんの、注目の、注目のカード。めちゃくちゃ。じゃあ、つむらさん、お願いいたします。はい、じゃあ1枚目。戦だこの日、え、いや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 、ちょっと待ってくださいよ、あ、強すぎると、硬すぎる、手堅すぎる。戦だこの貴族、まあ、2マナ21飛行味差し、味差し。ただ海賊で重要なのは攻撃がいかに止まらないか、うん、でこいつの能力はこいつ攻撃するたび、防御側プレイヤーがコントロールしているクリーチャー一体を対象としてそいつをターン終了時まで能力のない01のクリーチャーにしてしまうと。はい、で先ほど井川さんが紹介してくれた、黒のこいつも合わせて、まあ、今の海賊がかなり止まりづらくなったんじゃないかなと。やっぱり小粒なクリーチャーの集合体みたいなデッキなので、もう一回止まってしまうとちょっと呪文の力を借りてもなかなか、もう一回攻撃し始めるのが難しいので、まあ、クリーチャーの質が単純に上がって攻撃がしやすくなったっていうのはすごく大きいんじゃないかなと、まあ、特にこの2マナ21自体本人が飛んでるのでこの能力を合わせて殴ればなかなか止まらないでしょうし、はい、この右の名前が難しいやつでバックアップしていきます。そんなに難しくない、そんなに難しくないちょっと読みづらい、協調艦隊の毒殺やでバックアップしてやれば、はい、まあ、なかなか止まらないんじゃないかなと。複数回使えるのが偉いですよね。そうですね、もう毎ターン勝手にやってくれますし、なんか毎回カードを使って攻撃して繰り返しなんですよ、いつか止まっちゃうんで、なんかこういう何回も何回も使えるのが偉いかな。はい、でもう一つはこいつを押す、あの黒のこいつとも悩んだんですけど、まあ、青のこっち側を押したのには一つ理由がありまして、はい、前の環境で実はローリーさんがプロツアーに向けて結構青黒海賊をすごく結構熱心に調整してたんですよ、ね、で、その際に主力だったのが次のスライド、実はバリスタとこいつだったと。これを結構真面目にずっと入れて青黒海賊を調整してて、まあ、結構最後の1週間前ぐらいまでローリーさん結局ティムーラ使ったんですけど、まあ、あのティムーラ他の人が担当してたんでローリーさんが他のデッキ担当で、多分あのティムーラとか以外だったら青黒海賊が一番感触が良かったって言ってて、これ結構マイナーなカードですね、航空戦の略奪者、そう最初バリスタ出された時なんで入れてるんですかこいつとコンボやからって言ってあ、なるほどなるほど、海賊じゃないのに入ってるって。そう、まあ、ただバリスタはやっぱちょっとあの相手のクリーチャーちっちゃくなかったりとか、うん、まあ、あのこいつとコンボらなかった時にちょっとパワー不足だったりしたんですけど、うん、そこで先ほどのクリーチャーと組み合わせて流れるように動いていけば、おお、2ターン目に1、3ターン目この、新しいカードを出して、3ターン目バリスタを1、1で出しつつカウンターを構える、であいつで増やしてやればすみません、カードで全く1秒も出てきてないんですけど、はい、バリスタのカウンターを2個にして相手の0-1になってクリーチャーを打ち落としてっていう流れをずっと継続できるんで、まあ、これちょっと3枚とカードの枚数は多いですけど、はい、これこういう感じで動けていけば強いんじゃないかなと。井川さんは赤黒の海賊をしてたんですけど、僕は結構青黒の海賊が好きなので、まあ、ここまで黙ってたんですけど、ローリーさんの青黒海賊のフィニッシュは実はスカラベの神ですこれだけはこれだけはもう替えが効かないので、まあ、ただその脇を固めるクリーチャーも前に比べるとグッと強くなったっていうのはすごく大きなトピック、スカラベの神をイベントして使うと思うんですけど、
はい、バリスタもかなり使いやすくなったし、攻撃も継続しやすくなった。確かに0-1にしてやって、でバリスタで撃ち落とす。そうですね、これだったら相手の、強大なクリーチャーとかでももうスッと撃ち殺せるので、確かに、はい、なのでもともとバリスタとあれが無理なく入ってたっていうのはポイントかなと思います。その2マナが8枚、まあ、バリスタ除いてもこの2マナ21飛行が8枚いることによって、まあ、アクションも安定して、ね、どの順番から出しても OK みたいな。まあ、実際バリスタ後から引いても、まあこの2マナ21さえいれば相手のクリーチャーいつでもどんなクリーチャーでも撃ち落とすことができるので、うん、なかなかいいんじゃないかなと、まあ、あと2の行動回数の多さっていうのがかなり重要だと思うので、2マナで2マナだけでこれだけのアクション数が取れるっていうのはすごく魅力かなと思います。あと青赤でしたら、新しく登場した強心的先導者。確かに、あ、これも1にしてやって、そうですね、1にしてペポッと打ち落とすことができるので、まあ青赤だったら多分両方入ると思うので、青赤でしたらこの組み合わせもやりおるかなと、まあ、個人的にはただやっぱり神が使いたいので青赤も欲しいですけど、はい、まあ、赤だったらこっちも使えるんじゃないかなと。このカードさ、なんか絵はこんな感じで頑張ってるね、なんかパラグライダーみたいな感じだけど、毎ターンカエル変化打ってるって考えるとすごい可愛くないなんか。なんか何がそうさせてるんですかね。わかんないけど、でもカエルになるってね、ゼロ一になってるわけでしょ。いや、こいつ絵はめっちゃ弱そうです。確かに。絵可愛いっすね、確かに。これね、あの死の影は殺せないんでね、それだけ気をつけてください。死の影は殺せない。死の影は殺せない。なんで殺せない。ルールのこと聞きます？ちょっと普通に分かんない。そうなんですか。だって能力失うんじゃないですか。まあなんか適用する順番があるんですけど、要はそのウィキを見てください。ジャッジしっかり。まあ要するに、その適用する前に、そのマイナス修正を適用する前に能力失わされてるんで、そのマイナス修正が0-1で残っちゃうってことですか。そう、あ、なるほどなるほど。そう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 。はい、というわけで僕の1枚目は戦だこの貴族でした。残り3点。でもね、一発目からね、なんか確かに確かに。ちょっとこれ外行き。放送ではなかったかもしれない。はい、じゃあ2枚目行きたいと思います。はい。お、あ、2枚目ムラキナ長剣士、長剣士、長剣士。外行きですか本当に。これちょっとどうですかね。これはちょっとチャレンジ枠かなって気はするんですけど、三マナ55、三マナ55で、昇電、昇電、うわさの昇電能力。そうですね、昇電はまあちょっと評価が難しいというか、まあそれ相応にトークンだったり何かしらに特化してないと達成するのは難しいと思うんですけど、まあこいつの場合はそれを抜きにしても十分、使えるんじゃないかなと。具体的な使い方としてはちょっと下の環境にはなるんですけど、はい、まあこんな感じ。まあ偉大な先輩がいろいろいらっしゃるんですよ。あずさだったり、ムルダイのミコだったり、まあこいつも似たようにあなたの各ターンに追加の土地を1枚プレイしても良いという能力を持っています、うん、で、昇電を達成した場合にはブロックとアタックに参加できるんですけど、そうしない限りは攻撃にもブロックにも参加できないと、まあ、ただ、今モダンのですね、白緑アブザンカンパニーというデッキで、あずさっていうのは普通に使われてるカードで、あずさって絶対あれなんですよ、戦闘に参加しないんですよ、うん、まあ、あの3マナ1、2なんで戦闘に参加したらほぼ 100% 負けちゃうんで、まあ、なので単純にあの能力だけを買って採用されてるわけなんですけど、まあ、こいつムラキナ長剣士ならではの魅力としては、やはり3マナ以下なので、集合した中隊で出せる、あとはあずさとは違って火力で落とされづらい、まあこの時点で白緑カンパニーでは結構採用されて もうおかしくないかなと思ってるんですけど、はい、でそのモダンの白緑カンパニー、特にあの不屈の系、追跡者、それ大好きなんですけど名前を間違えました。まあこいつ最近赤緑ランデスだったり、このモダンの白緑カンパニーでもうがっつり4枚採用されるようになってきたんですけど、こいつと組み合わせれば、ご存知の通り調査トークンが無限に出てくるので、昇電対象いい。そうなんですよ。もう土地置くとトラッカーだったらすごいほぼ間違いなくいける確信を持っているぐらいトークンが出てくるので、はいはい、まあそういった意味でももうすでにあずさは超えてるかなっていう個人的な印象です。まあ、あずさもちょっと今多分だいぶお安くなったと思うんですけど、一時期はかなり高くて、なかなか再録もされなかったので、はい、まあそういった意味でこういう特殊なカードっていうのは下で需要が出始めると一気に値段が上がったりするので、
はい、こういう白身のカンパニーだったり、特殊なデッキで結構おすすめできる1枚です。まあ、本当に攻撃もブロックもできなかったとしても全然能力自体が強いんで。確かにアズサでブロックとかもありえない。絶対ない。誰に殴られたか聞いてみたいっていうぐらい、はい、ところですが、次が最後ですかね。そうですね、はい、じゃあ最後の1枚はおー入った。あ、ごめんなさい、ちょっといや、ごめんなさい、ちょっと想像してたリアクションとあまりに乖離がいや、ちょっとここまでの2枚でご満足いただけたかわからないんですけど、僕的にはもう15にやりきったなと満足早いいや、で、これ最後に持ってきたんですけど、今回スポイラーを見て一番ときめいた。正直最初の1周はこいつ以外覚えてないぐらいすごくないですか、こいつ9799、警戒、到達、トランプルで、あなたが手札からこいつを唱えた場合は土地を全部アンタップするで、3マナで、もう赤3マナでクリーチャー1体に3点緑3マナでアーティファクトかエンチャント1つを破壊、白3マナで3点ゲイン。もう根本原理でしょ、これは。え、いや、僕としてはもうこれ結構根本原理以来の衝撃、ワクワク感。僕このカードすごい好きなんですけど、やっぱスポイラー見た時、え、こんなカードあるんだって。最近まあ情報化社会ですし、なかなかないんですよ。まあ、ニコル・ボーラスとかエムラクルもすごい好きなんですけど、ストーリー的に出てくるの確定してたんですよ。なんかカードの能力に対しておーすごいとかは思ったんですけど、まあ、その出てくるのが分かってたから、あんまりその驚きはなかったっていう。まあ、その点このわけわからん恐竜わけわからん、ちょっと名前覚えてないですけど、ザカマ、ザカマ、覚えづらい、ちょっとこいつの名前覚えることは一緒ないかもしれないですけどこいつはすごいぞと。いや、前回の原根君がギシャツを紹介してくれてたんですけど、もうぜひ。いや、男の子たるものワンパクであれいや、しかもギシャツの一番っていうか唯一の残念なところとしては、ギシャツ以上がいなかったところだと思う。ギシャツから出てくるのがギシャツよりちっちゃい恐竜しかいないっていう。一緒に入れるんですかギシャツから出すでしょ、これ。それはね、やっぱギシャツから出していきたい。これ能力何個あるんですか。7個1、2、3、4、5、6、7、すごい、すごい。いや、こいつはとにかく、だからどんなデッキで使うかとか聞かれてもあんまりとか全く答えられないんですよいや、本当にワクワクしたっていうのだけちょっと勝負枠でこのカードすごいワクワクした以上いや、一応なんか下の環境だと無限マナみたいな話題になってるらしいんですよ。なんかいろいろね、たった5枚の土地とカラカスとマナを倍にするカードがあれば、うん、無限マナ。あー、なるほど。これ無限マナで無限ライフと相手の盤面さら地にできますから、ね、そうですね。土地はあれなんで、9枚起きるとかパリンクロみたいな書き方じゃなくて、自分の本体倒せないとかどうでもいいんですよ。いや、そこはちょっとね、一つだけ言わせてほしいんですけど、根本原理が僕が好きな理由っていうのは、打っても負けるんですよ。で、こいつもまあ出ても全然負けるんですよ。絶妙なバランスが好きなんですよ。対戦相手に投了されるとね、つまらないからね。そうなんですよ。あ、勝ったじゃダメなんです。やっぱこいつちょっと殴って相手が頑張ってこっちも負けるかもみたいなドキドキ感がいいんです。今回は6マナ66で攻撃するたびにスフィンクスのゲージを打つっていう、 あんな論外ですよね。投了するじゃないですかあれはもうだから論外なんですよ。もうと絶対投了されるんで、だからあれ全然好きじゃないすごい矛盾勝つカードは好きじゃない。だってケージ巻いた打ってもドキドキしないじゃないケージってデッキに1枚入ってるのをたまにいいとこで引いて打ったから相手もあーってなるのに、6投目ドーンってやってじゃあ巻いたケージしますってそれじゃあなっていう、そういうのじゃないドラマがこいつにはわびさびが欲しいって絶対使ってくださいよ俺津村さんそれ言ってアゾール使ってたらちょっと怒りますよやっぱ芸術っつって刑事あいつは絶対使わないでもこれプロツアーのねドラフトでね1の1で取るもんね。ああ、で全然100聞いたら取るじゃん嬉しいもう恐竜ドラフト普通に好きなんで、ランパン系増えたしね確か、うんうん、いや、もうなくても全然取れますなくても
ちなみにこれ僕も取ります。みんなワンパク。さすがに出会い。セバタさんだってね、7マナ88、うん、8マナ99だからよく使ってたし。いやあれ足りなかったからだよ。あれはね。こいつは嬉しいでしょ。プロツアーの初手で引いたら、まあ、運命感じちゃう。そう、神に選ばれたかなと思っちゃう。ゼロさんに。僕ちなみに前回のプロツアー、前々回のプロツアーニコールボーラス。おお。引いてセカンドドラフトは往診の贈り物が流れてくる。愛されてる。そう、すごい愛されてた。でこいつすごい好きなんで。でギシャス、ギシャスはいいからザカマ。ちょっと2枚は背負いきれないんで。はい、ザカマさんだけは。確かに。ぜひもうドラフトだったら本当にすぐ取ります。どんな角度からでも。青海賊でも絶対取るし。まあ確かに、まあ出せるしね。いやもう余裕、絶対すぐ出せる。まあ5マナ3、4海賊からね、マナブーストして出して。はい。だからスタンダードのちょっとザカマ使ってみたいですからね。使いますじゃん。このザカマも、ムラキナ、ケンシバも、絵がかっこいい。かっこいい。いやでもザカマ最強でしょ。めっちゃかっこいい。ザカマすごいっすね。かっこいいよね、これ。つぶらさん、恐竜好きっすね。こいつはやばい。ギシャツダサかったけど、こいつはかっこいい。三刀流だよね、多分。キングギドラみたいな。うん、そうだね。めっちゃかっこよくて、で村木菜なんとかが3体合体すると多分あそういうルールじゃないよ。そういうルールじゃないよ。分かんないです、まあ、とりあえずザカは本当にかっこいいんで、うん、かっこいい。まあ EDH とかなんかいろんなデッキに1枚刺す分には楽しいと思うんで、ぜひぜひ。じゃあ続いて、はい、もう僕ら、まあ僕らもう お役ごめんね。大本命エース、余計な編集。花音、世界王者ケンタが選ぶイクサラン総督の注目カード3選。はい、では私、花音が、選ばせていただきました3枚のうち、初めの1枚は、こちらです。これね、渋いよね。渋い、執着的短砲でいいのかな。短砲、はい、青の1マナのエンチャントで、エンチャントされているクリーチャーはプラス1プラス1の修正を受けます。でさらにこのクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるとカードを1枚引いても良いという能力を持たせます。ただし、この、エンチャントが場に出ている時に、自分の終了ステップの開始時このターンクリーチャーで攻撃を行っていなかった場合はエンチャントされている、このエンチャントを生贄に捧げるっていう、デメリット能力があります。まあ、ちなみにこれこいつをこのつけてるクリーチャーじゃなくても大丈夫なんです。大丈夫なんですね。あなたがクリーチャーで攻撃しなかった場合なんで大丈夫です。誰かが殴っとけば大丈夫。はい、まあ、なんか昔同じような好奇心っていうのプラス1プラス1がないバージョンの、エンチャントがあったんですけど、まあ、スタンダードに久々にこういうカードが出ました。で、まあ、エンチャントオーラで問題は誰につけるかっていう話なんですけど、同じ青にはこの前のセットで、セイレーンの嵐沈めというカードが出ていまして、こいつがエンチャント先としてもまたそのサポートとしてもすごい最適で、今注目しています。でこのセイレーンのラシズメはそのイクサランに収録されたアンコモンのカードで、青マナを払って、このカードを生贄に捧げると、自分がコントロールしているクリーチャーが呪文や能力の対象の時にそれを打ち消せると、まあ、こいつにつけて隣さっきのエンチャントをつけてこいつが対象に取られるとそれはダメなんですけど、まあ、この2枚目をプレイしたりとかすでにこのなんか隣に乗っているカーリゼブにエンチャントしていてでそいつに熟が打たれた時に守ってあげたりとか、まあ、1ターン目にプレイして装備したら、まあ、なかなか熟されないので、まあ、その分回りもできたりとか後出ししてサポートできたりとか、まあ、すごい相性が抜群だなと思ってます。でかつ、まあ、カード的には1回攻撃を取ってワンドローできればとりあえず損失分は取り戻せますし、でそれ以降通り続ければどん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 アドバンテージを稼いでくれるっていうので結構いいカードかなと思ってます。で、このカードに、一番注目している理由としては前セットにこの航路の作成とか見張りによる賞賛とかなんかそのちょっとクロックパーミッションをやるようなカードはちょこちょこあったんですけど、まあ、なんかちょっと物足りないなっていうところがあってまだ少しカード足りてないなっていうところあったんですけど、今回その先にね、ガーさんとか須村さんを紹介していただいた通り青黒とか青赤の海賊系のデッキで結構軽いところが増えてきて、まあ、十分デッキになりそうだなっていう気配がしていましたので、まあ、こういうドローソースのエンジンもできてくればそういう軽いところをどん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 使っていってしっかりクロックパーミッションできそうだなっていうところで注目しています。で、まあ、青赤とか
まあ、あのバージョンがいろいろ考えられるんですけど、個人的にやりたいのは、まあ、青黒ですね、このホダコのかすめ取りのために黒を使いたいと思っています。あのやっぱこのエンチャント戦略を取る上では相手の手札を覗き見る戦略は結構有効だなと思っているので、まあ、スタンダードで使われているチクレイナズマとかサカークみたいなカードを取ってあの有利にその戦略を進めていきたいなと思っています。でかつ黒を取れば、まあ、こういうなんかねこの細かいデッキ作るとか、まあ、さらにあの細かく動いてくる赤タンみたいなデッキにすごい相性が悪くなるんですけど、あの野望のカルトーシュを、うん、あのまあ、さらに追加のエンジャンとして採用することによって、まあ、デッキの方向性を維持しながらそういう苦手なデッキにも十分対応できるかなというところで、この小高のカスメ取りから入ったりとか、あとはセイレーン鳴らしても構えている状態で野望のカルトーシュをつければ、まあ 万全な状態でそのウィンコンディションまで持っていけるかなと思っています。一回定着してしまえば、あとはこう見張りによる賞賛とかで火力から守ったりとか、まあ、セイレーン鳴らして攻めて守ったりとか、そういう戦略が取れるので、まあ、お風呂は結構いいんじゃないかなと注目してます、うん、もうさっきの1マナ11の方もこのホダコのカスメ取りの方も相性がいい上にこいつ自身につけてもいいと、はい、あそうですね。やっぱこの、うん、なんか昔あったの好奇心ってカードはそのプラス1プラス1がなかったみたいですけど、うん、それこれ結構重要で、これがないと今 の, そのスタンダードで使われているあのつむじ風の巨匠で出てくるトークンにブロックされて、うんまあ、全くダメージ通らないまま死んでしまうこともあるんですけど、まあ、このプラス1プラス1のおかげであのちょっとあのエネルギーの必要な基準を上げてあげたりとか、まあ、なんかその複数点でブロックを共有したりとかできる、そこが結構重要かなと思います。そうだね、このホダコのかすめ取りの方位だったらもう 2,3 飛行だからショックをされなくなったりとかね。そうですね、まあ、こいつで安全確認した上でつけて、うんまあ、より軽い火力ではしないようにしつつ、かつまあ1マナ電池の時に残り2マナぐらい浮いてるはずなんで、まあ、カウンターを構えたりとかしてドローしてどんどんどん、やっぱその最序盤が一番相手のガードがあの緩いタイミングそのタイミングからもう一気にこうゲームが決まるぐらいにエンチャントをつけていけるのはまあいいんじゃないかなと。大体 2,3 ターン以内でプレイできる状況ってまあ手札に1枚か2枚しかなかったりすることが多いので、まあ、その 2,3 枚、まあ、1,2 枚をくぐり抜けられればもう一気にはめげて勝てるかなと思ってます。すごい納得しかしない。昔からね結構フォークシンってカードはいろんな環境で活躍してきたカードだから。あそうなんですか、うん、エクステンでデュアランがあった頃のエクテンですら使われてたとか、もう元祖のグランビルみたいなね、1マナ11飛行にフライング面みたいにつけて殴ったりとか。あじゃあもう過去の介護官ですら実績があるからもう、うん、それを見てた者としてはプライチがついてることにただただ驚く。それに原根くんのプレゼンが加わってもうマイク置いてもいいからご飯食べよう、楽しようとしてます。僕はその好奇心ってカードを知った時もなんかモダンの大会でその好奇心を入れたその、うん、なんていうかなティムールデルバーが結構いい成績を残してたっていうのを見て、その好奇心の存在を知ったので、うんまあ、カードのポテンシャルはやっぱそのでそれでなんか MTG1 とか見たら、うん、なんか昔的にも使われたカードだみたいなの持ってたんで、まあ、まあチャンスあるんじゃないかと思ってます。ありがとうございます。続いては、はい、そしたら2枚目が翡翠光のレインジャーです。あー出た、もうこれはこれもその井川さんが紹介したそのフェニックスと並んで、まあ、鉄板中の鉄板みたいな評価を受けてるカードなんですけど、はい、3マナ21のクリーチャーです。緑のダブルシンボルで、ただノールが結構強力で、戦場に出た時に、探検を行います。ライブラリのトップをめくってそのカードが土地だったら手札に加える、でそれ以外のカードだったら墓地に置くかそのままライブラリのトップに置いてもいい、まあ、戦術みたいな効果なんですけど、探検を行い、この後その後これはもう一度探検を行う、つまりダブル探検、2回探検を行うわけです。で、まあ、探検2回には、いろんなパターンがあるんですけど、まあ、その土地がめ最初に土地がめくれたりスペルがめくれたり連続で土地がめくれたりみたいな、で、まあ、そのめくれ方によってカードの効果が、まあ、結構動くかと思いきや、まあ、検証してみたところどのパターンも結構強いなと思ってます、うん、まず1枚目が土地で2枚目が土地だった時3マナ21の2ドロー、まあ、土地2枚引いて嬉しい場面と嬉しくない場面あると思うんですけど、まあ、最初盤3ターン目のプレイで土地2枚増えるのはやっぱ純粋に嬉しくて、でかつ後半に土地2枚でも、まあ、その後普通に引いたら土地2枚だったってことを考えると、まあ、その後スペルを引く確率が上がるから純粋に嬉しい、でかつ土地から、次、まあ、戦術を挟む効果で、まあ、3マナ3人で最低限のスタッツを保ちながら、まあ、何かしらのカード、まあ、カードアドバンテージ、ワンドロー分を得ながら、戦術を1回している。で、1枚目にめくったカードが不要牌だった場合、
でその後それを墓地に落として土地を引いた場合も、デッキトップの2枚の不要牌を消した上で、3マナ3人というステータスを保てます。で次がそのライブラリのトップが、有効牌だった時なんですけども、まあ、それはもう上に乗せるのが決まるので、まあ、上ってやった結果3マナ4、3っていうすごい強力なスタッツを確保した上で、まあ、すごい高マナレシオを確保できるというところで、まあ、どんなめくれ方をしても、まあ、基本的には嬉しいので、まあ、プレイしておく、まあ、もうさながら今のスタンダードで最高のカードを起用されるならずぼん先生もびっくりのステータス、なんか謎の編集がやるやん。ハラミさんの指示じゃないではない。まあこのならず者の生成っていうカード、その、まあ、今そのスタンダードで強力なカードいっぱいありますけど、まあ、そのトッププレイヤーの中でもこのならず者の生成がスタンダードの中で一番強いっていう、評価をしているプレイヤーが珍しくなくて、まあ、そのスカラベの神とか熱烈な壁ハゼルトとか、まあ、単純通貨でいっぱいあるんですけど、まあ、その中でも、まあね、やっぱそのデッキの土台を作るカードとしては必要不可欠で、まあ、こういうカードはそのデッキを作る際に必ず求められるというところで、この七星のレンジャーもまあ、ならず者の星座が青緑っていうカラーリングなので、まあ、青緑を使わないデッキならで緑かつ緑デッキだったら、まあ、出番が当然あるでしょうし、まあ、青緑のデッキでもならず者の星座と合わせて入れることも十分考えられるし、でかつならず者の星座はもうスタンダードに出てきてもうだいぶ長い時が経ってますので、まあ、そろそろスタンダード落ちみたいなのも見えてきてるわけで、まあ、そうなると、その後の舞台ではこの七星のレンジャーに注目が集まる可能性があって、将来が明るいクリーチャーということで、まあ、今もまさに解読というか、まあ、絶対4枚揃えておきたいカードだなと思っています。僕はもうこれ4枚予約してます。本当に、まあ、実際もうさっきの通り、もう この検証がもう済んでる時点で、まあ、最低3万4三ですね、一番嬉しくない状態でも3万4三でプレイできるみたいな、うんっていうところが結構大事な。3番の4さんあるとね、もうハイドラ対打ちとかできたりするんで、まあ、かなりいいステータスです。ほぼ確実に使うクリーチャーだよね、もうこのクリーチャーは。そうですね。もう、まあ、唯一のネックはもう緑のシンボルのきつさなんですけど。確かに。ああ、緑。はい。まあ、ただ2色以内のデッキだったら、ほぼ確実に入るだろうなと思ってます。マーフォークというのを生かしてね、さっきのまあ鉄ガスの領土を使った、まあ、マーフォークとかにも入るかもしれない。ああ、そうですね。種族も結構おいしいところで。うん、探検のクリーチャーの種族は微妙なことが多いですけど、そうだ、ね、マーボック系はすごい恵まれてますね。ヒューマン海賊とかね、4マナでヒューマンスカウトとかそういうの多いからね、結構こいつはけど強いよね、トラッカー好きな人はまあみんな好きでしょう。これ最低でもならず者の先生やと相打ちしますからね、うん、そうですね。でこっちもね、ドローなりなんなりしてるわけで、いや土地土地ってめくれた時は多分一番嬉しそうだけど、うん、そうですね、やっぱその後のドローは土地土地だったって感じで、うん、まあ、結構震えるレベルですけど、うん、まあ、その面で言えば、ならず者の生成よりも早く有効牌にアクセスできますから、ね、確かにできますからね。さあ、続いてははい、じゃあ3枚目いきたいと思います。3枚目、花根さん最後、はい、3枚目は、はい、ホラー塚の暴君、クメーナ。おぉ、クメーナ、おぉ、まあ、今回青緑推しなんですけど、青緑推しですね。青緑と来て、はい、まず能力は、3マナ24のマーフォークの伝説のクリーチャーです。で、自分がコントロールしているアンタップ状態の他のマーフォークを1体タップすると、このカードがブロックされなくなります。でさらに他にも2つ能力がついていて、まあ、この1個目の能力はかなり序の口なんですけど、2つ目以降は結構強くてですね、2つ目の能力はあなたがコントロールしているアンタップ状態のマーフォーク3体をタップするとカードを1枚引く、で3つ目があなたがコントロールしているアンタップ状態のマーフォークを5体タップするとあなたがコントロールする各マーフォークにプラス1プラス1カウンターをそれぞれ1個置くということで、まあ、1個目はまあ結構地味な能力なんですけど、まあ、2、3個目はすごい強力な効果で、まあ、直接的なカードアドバンテージだとかボードアドバンテージにすごい影響してきて、でかつ他のっていう記述がないのでこいつ自身をタップさせるのも大事です。なので、まあ、3つ目の能力に関しては1、2、3ターン目と魔法庫を順番に展開してきていればもう早速3ターン目からドローできますし、で、4ターン目に2体の魔法庫を2マナ2マナみたいな感じで追加できればもう早速ね一番下の能力を4ターン目に使ったりすることも可能、はい、でまあなんかこの能力に若干既視感あるなと思ったんですけど、まあ、プロツアーモンケットだとかプロツアー破滅の時に環境を、まあ、席巻というか、まあ、結構その強い影響を与えたゾンビデッキで使われてた墓地破りに結構近い能力を持ってるかなと思ってます。まあ、自分その墓地破りと違ってじゃあ自分自身でそのトークンを生成したりするこの能力はないんですけど
まあですね、そのカードアドバンテージを得る能力はまあ全く同じ内容を持っていて、まあ、これ1枚でゲームに勝利する可能性があるなと思っています。でかつ、墓所破りはその除去耐性がなくて、まあ、その致命的な一押しだとか、まあ、ショック、マグマのしぶき、あとは作白とかもいろんなカードで除去の対象になったんですけど、このクメーナは除去、まあ、その3マナという部分で、まあ、ちょっとマナコストが上なのもあって、ちょっとやそっとの除去は受け付けないです。まあ、その環境最強の竹霊稲妻ぐらいの除去だったら当たっちゃうんですけど、まあ、作白とかマグマのしぶきとかワンランク下がる除去だったら耐えてくれます。3マナ2用っていうステータスはすごい大きな値です。で、まあ、とはいえど、まあ、除去できる能力、そのカードも環境にいくつか用意されてるんですけど、まあ、今代表的なところだと映ってるような竹霊稲妻、反逆の先導者チャンドラ、栄光をもたらすもの、まあ、この辺のカードではまあ対象になっちゃうんですけど、まあ、とはいえ、除去されなかったら勝利できるぐらいの能力を持っていて、でかつ、まあ、相手も躍起になって除去にしに来るのであれば、まあ、その伝説というデメリットを承知の上でも、まあ、もう4枚入れてやろうということも考えられる。まあ、でも実際これはもうガチだと思ってて、もう盤面に残っちゃってさえいれば、もうどん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 カードをドローできて、そのアドバンテージさが広がっていくので、相手も除去するしかなくて、で除去された上で2枚目をプレイするというのは本当に単純に強い動きになってきます。まあ、生き残ってるなら別にね、ハンドでね、もう1枚が腐っていようがずっとドローできてるからあんま気にならないもんね。そうです、そうです。でかつその3マナ2四っていう結構なその、ね、高スタッツで盤面に置いとけるんで、相手もそれ迂闊に殴れないんですよ、うん、そのまあ、どうもないけどならず者の生成やというかもアタックできないんで、でかつそのドローモードが成立しているのであれば、他にもマーホークがいくつか場にいるはずなので、まあ、そのダブルブロックとかを考えると相手が殴れるクリーチャーというのはかなり絞られてくるということで、まあ、こっちは別に何もすることなく相手の端子路地にこのカードを寝かしているだけで、まあ、どん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 カードを稼いでくれて、で相手はまあ何とかして突破しなきゃいけないみたいな、ただ除去すると2枚目が恨めるみたいな状態に落とし入れるかな。で、マーホークデッキって、僕前回にイクサランが出た時にそのちょっと考えてみたんですけど、そのハレリアウェイファインダーっていうのでそれに掲載するために考えたんですけど、まあ、どうしてもカード足りなくて、もうなんか冗談みたいなカードが入っちゃったりとか、それこそ金属ミミックとかそのちょっと裏技に頼ったりとか、なんかそういうことがあったんですけど、このイクサランの総国ではもうすごい一気にその実用的なマーホークが増えてきて、本当にもう歴史的にこの支えられてるインエラの達人だとか、あとはこう2マナ22の全体、まあ、こいつ以外のマーホークを強化してくれるマルチのカードだとか、あとは自分以外のマーホークが戦場に出た時に他のマーホークに、プラス1プラス1カウンターをしてくれるとか、まあ、これ全部2マナ域のマーホークなんですけど、もう一気に3種類も、ね、実用的なカードが増えてくれて、でかつさっき押したこの翡翠光のレンジャーも、まあ、実はマーホークということで、まあ、このデッキにも入れることができる。なんか急に、ね、この実戦クラスのマーホークも盛りだくさんで増えてきて、もうクメイナーのためにこうデッキに入れるマーホークもすごく保証されつつあるという状態です。銀エラとね、翡翠光のレンジャーのラインナップはすごいいい。いや、すごいですよね。もうどうせ出すから見しても全然問題ないし、うん、でかつもアドバンテージの力もかけてて、で、まあ、クメーナを出す上ではやっぱそのあれですね、最大5体のマーホークを揃える必要があるので、まあ、たくさんそのマーホークを展開していく必要があるんですけど、まあ、この銀エラの達人と翡翠光のレンジャーは、まあ、アドバンテージを稼いでくれるという面でもうまさにその条件をバッチリ満たしてくれて、で、まあ、マナ域的にもすごい重要し、でかつもう一つのこのマーホークのロードも、まあ、そのたくさん並べたマーホークを、まとめて強化してくれるので相性がいいということで、まあ、必要なところが全部揃ってきてるなっていう感じです。で、まあ、唯一の問題点としては、まあ、デッキの色が青緑に縛られてしまうので、まあ、ちょっとねマナベースというかその足りないカード、例えばその赤を入れたりすることができれば竹霊稲妻とかが使えるんですけど、まあ、それがないので、まあ、除去がちょっと弱くなっちゃうんですが、まあ、こう盤面で、ね、こうずら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 こう魔法をひたすら並べてこのパンプしていくとかカード引くみたいな感じの能力、まあ、この幸いそのクメーナがその部分を支えてくれるので、まあ、盤面制圧系みたいな感じのデッキの方針を目指せば、まあ、十分戦えるレベルになってきてるんじゃないかなと思ってます。魔法がもしこの新環境のスタンダードやるなら魔法は真っ先に組みたい感じのデッキ、そのだけの魅力をこのボラーズカの暴君クメダは与えてくれていると思っています。まあ、カード引くの楽しいのであとでそのゾンビデッキの時にこの墓所破りには大変お世話になりましたので、
まあ、ちょっと松さん美味しい思いできないかな。土壌も広いから救いにね。実際このね、やっぱこの幸福値が高いアクションが多いですね。僕は不屈の追跡者がすごい好きなんですけど、その理由がそのカードを引いてプラス1カウンターを押してそのなんかそのドローできるトークンを出してくるみたいな、全部の動作が嬉しいみたいなカードなんですけど、まあ、こいつも結構ねそのカード引けて、でかつ場に5体もいる場合僕に全部プラス1プラス1カウンターを置いてとか、まあ、一個一個の動きが楽しいから、まあ、多分敵回した時にきっと楽しいだろうなと思って。で、あとはその、まあ、結構優しいメリット、控えめな能力っていった1個目 の、 このブロックされない能力も、まあ、いざ盤面がガチガチに固まってきたら結構重要になります。あの、まあ、もう十分育ちきった、例えば5、7ぐらいまでいったらもう十分だと思うんですけど、まあ、5、7ぐらいになったこいつをもうこのブロックされない状態にして本体に攻撃に行って、まあ、4回殴れば勝てるっていう状態を作りながら隣の魔法を寝かしてプラス1カウンターを増やしたりとかドローしたりとかというような使い方ができるかというところで、まあちょっと、まあ、神話レアらしく、まあ、強力な効果かなと思っています。なんか4枚必要な神話レアですからね。そうですね、なんかデッキの基軸になる、やっぱこれ引けないとちょっと他の魔法だけだとね、うん、ちょっと頼りないカードが多いので、まあ、逆にここは4枚強気に積みに行って、まあ、重なっても除けられても OK みたいな状態を作れるのがいいかな。これ構築としてはやっぱし3ターン目にできるだけ出たターンにドローできるように1マナ1機のマーホークって多分ちょっと多めに入れるんですかね。4枚とか8枚とか、まあまあ、4枚は、まあ、あのちょうどいいやつが入れると思うんで、あの前の戦なんで、あの自分が島かマーホークをコントロールしていたら 2-2 になるっていう、まあいつは結構実もともと実戦クラスなので、まあいつを4枚プラスちょっと入れるかも、1種類ぐらい、まあ、コンセプトでそのブロックされないみたいなマーホークもちょっと出てたりしたので、うん、まあそいつを入れてもいいかな。まあ、ちょっとその辺は回してみないと分かんないです。まあ、実は4ターン目の着地も十分強かったりする可能性もあるので、うん、まあ、1ターン目パスして、2ターン目に銀エラ出して、で3ターン目に水耕出して、で4ターン目にまあ遅れて引いてきたその1番のやつ出しながらとか、まあまあ、パンパンと置いてみたいな。まあ、出したターンにドローできるように、しっかりまあプレイしたりとか構築をして狙っていきたいって感じですか。そうですね。うん、なんか実は5ターン目にパッて出して、一気に強化みたいなのが強い可能性もある。3ターン目出してワンドローだけだとちょっともったいないから、全体プラス1の方が強い可能性もあるんで、ね、EDH とかでも強そうですよね。うん、EDH とかでも今まであんま伝説の魔法器いなかったし、はいはいはい、しかも後から出たクリーチャーだったりこのクリーチャーだったりタップシンボルがないんで、召喚酔い関係なくタップの能力を使えるんで、まあそうですね、下の環境だと、まあ、メローの騎兵とかね、そういうのもあるんで、もしかしたら相性良かったりとか綺麗に動いたりするかもしれないですね。ちょっと楽しみですね。だって6体ぐらい置けた時も宇宙ですね。自分を寝かすっていう指定がない分他のやつでいいんで、もうタップドロータップドローみたいな感じで一気に差を突き放せますね。やっぱであと2マナに強いやつが多いのがポイントで、もう6マナ揃うとポンポンポンって3体出して、で場にいたやつと今出したやつで2ドローしてって、で通常ドローとすると3枚とかカードあるんで、まあ、また出してまた出してみたいな感じで、もう途端に処理しきれなくなるぐらいかなと。今のスタンダードでその単体除去は結構強いのが多いんですけど、うん、あの免除去はあんまりいいのがないので、あの一気にガバガバ出していくと一瞬でやっていきます。勲章以外は飛んでこないですもんね。そうですね、ほとんどないと思います。もうでしかもその白いデッキも、まあ、そのティブールとアカタンが強いおかげで、まあ、ちょっと立場を狭くしてあんまり強くない状態になるので、これ単体除去をしてくるデッキが幅を利かしているのであれば、まあ、それに強く作れればトーナメント進で活躍できる可能性はあるかなと思ってます。でもお高いんでしょう。まあこいつね、神話レアなんで、ここだけちょっと。4枚使う神話レアは4枚使う神話レアですよ、これは。あー、はい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 、安いんじゃないですか。安いですよね。だってね、あれさっきの恐竜いくら1200円。まあ恐竜よりはマーホークということで。サイズめっちゃちっちゃいからこいつ。あいつ救急よ。まあ、なんならあいつが出てくるまでにこっちも救急になってるから追い抜かれて、追い抜かれてるからね。しかもこいつブロックされないですからね。あいつつける全滅させることができますからね。確かに理論上端から順にみたいな。でもこれはかなり安く感じますね。そうですね、まあ、そんなわけで花音さんの参戦でしたが、はい、一回ここで休憩。3名様じゃないも違うけど、こっちは違う。まあちょっと青緑節でしたから、ね、いいですね。一回ちょっと、まあ、ここの3名の揃ったんで、あとはまた他のハレリアプローズの
評価も聞きつつ、一回ここで休憩を始めたいと思います。はい。